アルティマトゥーレとは、日本の競争馬である。勝ち案に2009年セントールステークス2010年シルクロードステークス。名前の由来は、世界の果てからで、世界に、母、エアトゥーレの名前の一部を足した名前である。デビューは、立党の森秀幸旧社所属で12月16日の、阪神の芝線400メートルの新馬線に出走。一番人気に押され、直線抜け出して、 デビュー戦勝利を飾った。二戦目は3月の阪神の500万下の特別戦7着後、5月の東京のガーベラ賞で2勝目を挙げたが、体質が弱いこともありその後1年5ヶ月の休養を余儀なくされる。休養の間に、美保の奥平正し休者に移籍した。復帰戦は10月の福島の500万下の平場戦で一番人気に、押されるも2着赤敗した。 1>, 1月と3月の中京の豊橋特別と鈴鹿特別の1200メートル戦をいずれも一番人気で逃げ切り勝ちで連勝。連勝の勢いで阪神の阪神品バステークスで重賞初挑戦。2番人気に押されるも10着惨敗した。6月の福島の準オープンのテレビ U、福島賞に出走しここでは一番人気に応えて晴れてオープン入りを果たす。 7月の新潟のアイビスサマーダッシュは3着席敗も9月の阪神のセントールステークスは直線抜け出して快勝。重賞初勝利を飾った。前日に弟のキャプテントゥーレも朝日チャレンジカップを制しており、土日で指定重賞制覇したことになる。そして本番のスプリンターズステークスに一番人気で出走。3番手でレースを進めたが直線で伸びきれず5着に、 破れた。その後、11月の京阪杯では1番人気で出走。2番手でレースを進めたが、直線で失速して発着に破れた。シルクロード S 勝利時2010年の初戦は2月7日のシルクロードステークス。3番人気での出走となり、最後の直線で抜け出すと、湘南火山を一馬進3、4を抑えて、重賞2勝目を挙げた。 引退レースとなった3月28日の高松の宮記念では、金車差の奇跡に次ぐ2番人気で出走したが、スタートで5手を踏み道中は、中断でレースを進めるも、直線で伸びきれず5着に敗れ、優秀のびを飾れなかった。引退後は、生まれ故郷のヤ代大ファームにて、繁殖品馬となる。北海道千歳市のヤ代大ファームにて、繁殖品馬として、つなぎようされた。 ありがとうございます。